こんにちは、スチーです、今日はですね、こちらの R60 クロスオーバーですね、こちらの、ベルト交換の様子をお届けしたいと思います。それでは早速作業を進めていきます。はい、でベルト交換の場合、運転席側のタイヤコイルとインナーフェンダーをまず取り外します。はい、でタイヤホイールとインナーフェンダーを取り外すと、まあ、V ベルトにアクセスできるようになってます。で、これから交換するんですけれども、ベルトの交換の場合、まずベルトにこうテンションがかかってますんで、そのままでは外れません。なのでまずこのベルトのテンションを抜くっていう作業を、テンショナーの解除をするっていう作業を行います。はい、でテンショナーが分かりやすいようにボンネット側から見た様子です。でベルトの張りを、均一に保っているのがこの下側にあるテンショナー、こちらの部品になります。でこの先端、この車だと30ミリですね、この六角を回すことによってベルトのテンションを解除することができます。で解除した状態でこのピンを押し込むと、まあ、そのまま解除しっぱなしにすることもできます。はい、でこちらのパーツ、工具が入らないので専用工具、SST を使っての作業になります。はい、で、テンショナーを解除するのに使う工具がこちら、専用工具がこちらになります。でこの、SST を使ってフェンダー側からテンショナーを解除します。でこちらの工具を、使わなくても一応ヘッドライトだったりだとか、コアサポートだったりだとか、まあ、周辺をかなり大きく分解することによって交換をする、テンショナーを解除することも、一応可能です。ただこちらの工具を使うことによって、まず大幅な時間の短縮ができます。で作業時間は、工地に直結する部分ですので、まあ、きちんとした道具を使うことによってお客様に適正な、金額で工事のご案内ができるようになってます。であともう一つは、作業リスクの低下ですね、こちらにもつながります。でクリップだったりだとか、カプラーだったりの、プラスチックのパーツですね、こちらやっぱり経年劣化で取り外すだけで壊れてしまう場合もありますので、まあ、そういったリスクを避けることもできます。まあ、あとはパーツの分解がやっぱり多いと、それぞれの部品のチリだったりだとかっていうのが合わなくなってしまう、戻した時に合わなくなってしまうっていう可能性もやっぱりありますので、まあ、そういったリスクを低下することにもつながります。はい、それでは早速、専用工具 SST を使ってベルトのテンションを解除していきます。で、まあ、通常工具が入らない部分なんですけれども SST を使えば、そのままテンショナーにアクセスできますので、容易に、ベルトのテンションが解除することができます。であとは取り外して、ベルトの交換になります。で取り外す場合なんですけれども、一応このフリクションホイールっていうウォーターポンプに、動力を伝えているブリですね、こちらが当たってもうベルトが取れないんで、こちらのフリクションホイールも、解除します。でこの先端に解除のレバーがついてますんで、こちらですね、これを引くことによってフリクションホイール解除できるようになってます。で引いてサービス位置にして、ロックします。こんな感じですね、ロックできるようになってますんで、ベルトを取り外します。こんな感じで取り外れました。はい、で取り外したベルトなんですけれども、やっぱり経年劣化でこんな感じでもうひび割れてしまってます。なのでこちらを交換します。で注意点なんですけれども、R60、R60 系ですね、
であとは R56 系、年式、あとは装備、まあ、具体的に言うとエアコンのコンプレッサーですね、こちらが、の違いによってベルトの長さが2種類あります。で今回取り付けられていたものはこちらですね、 6PK895895mm のタイプなんで、同じものに交換します。でこれともう一つ 905mm のタイプのものもあります。でそれぞれ長さが 10mm 違うんで互換性ありません。なんで必ず、まあ、車に装着されていたものと同じタイプ同じ長さのものに交換するっていう感じになります。はい、でこちらが交換するベルトですね。で 6PK89 こちら4になってるんですけれども、一応メーカーによって、まあ、最後の数字若干違うことがありますんで、こちらで問題はありません。はい、なのでこちらに交換していきます。はい、で V ベルト、まあ、ウォーターポンプだったりだとか、まあ、あとはオルタネーター発電機ですねを駆動する非常に重要な部品です。なので、まあ車検だったりだとか1年点検のタイミングにはなると思うんですけれども、まあ、定期的な点検交換、お勧めいたします。というわけで今日は、R60 クロスオーバーの V ベルト交換というのをお届けしました。V ベルト交換、気軽にお問い合わせください。父がお送りしました。ご視聴ありがとうございました。